はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はプレイステーション VR を使って、傷物語 VR というのをやっていきたいと思います。まあ、物語シリーズの、最新作の傷物語の VR コンテンツになります。まあ、物語シリーズは僕は見たことないので、わ からないので まあ、可愛いことをイチャイチャできるということを聞いて では、やっていきたいと思いアまニプレッす。クスさん、ありがとう。はい。じゃあ、やっていきたいと思います。お！あー、これは嬉しいね。なんか、ストーリー知らないから。傷物語とは、第1部鉄血編主人公、あららぎさんは知ってるな。と、吸血鬼キスショット。キスショットってなんか、この、ロリッコですか？ との衝撃的な出会い。第2部熱血編、彼女のために過酷な戦いに足を踏み入れた暦の姿。果たして3部作の完結編となるこの冷血編で、暦を待っているものとは。決して消えない青春の傷が今、ブルーレイ &DVD で蘇る。あー、そういうこと。てか発売はもう最近というか、昨日じゃん まあぜひ買ってみてください。僕はちょっと入り込めないので難しいですが。じゃあ、操作手順も一応見とくか。ああ。体験中目の前にリモコンが現れます。コントローラーのいずれかのボタンを押してリモコンを掴んでください。なるほど。あれ？じゃあこれプレイステーションムーブがいる形ですか？まあ一応、用意をし、あ、やばい。用意をしておくか。した方がいいんならね。はい。じゃあ行きましょうか。いやー、楽しみだなー。おお、来た！来ましたよ。ちょっと待ってください。我が重木よ。おお こちらに顔を見せるがよかろう。ちょっとごめんごめん。かわいい。ここはどこじゃと思う？ち学ち習塾後の教室じゃ。なるほ不思ど。議なことに、なぜここに移動したあ、のか広いな。も、何をすればうよいわ、かやもばい。わかるまいな。我が 重木よ。うん。まずは、そこに置いてあるリモコンを手に取っ取れ。た取った。かわいい。かわそいい、のリちょっモコンは何じゃろうな。とと。りあえわずかんない。押してみるといいのかの。かあれ。かわいい。いや、VR でこういうコンテンツをやるの、いや、本当にこれ照れますよ。おお、何？かわさいい。て、場所のことは一旦忘れて、今うん。日はうぬと一緒に思い出を振り返ろうと思うのじゃ。もういいで。うん、いいよ。いや、照れますね、これ、なんさか。あ、始まるようじゃぞ。すごい近くに感じるんですよね。おう。VS。あ、アニメの振りそれ返でもり。うお、始すめげえ。るのし。哀れなる少年よ、アーおう。ト・アンダーブレードの眷属よ。はい。わあ、すげえ。割とグロい。あれ ちょっと待ってください。すげえ。やっぱ劇場、おお、劇場アニメだった気がして、すごいクオリティですね。いや、おお、何？変わった姿が。レインコード着てますけど。かわいい。これは本当に意味ないの、リモコンはもう。うわー、うおー、マジか。かわいい。 いや、これね、本当照れますね。すごい、すごい。うおー、ありがとう、カスタムで。うわ、すげえ。おお、
全くストーリーが入ってこないんだけど。次は何があるのかの。かわいい。俺は弱い者いじめは大嫌いだが、悪い者いじめは大好きなんだ。あら、僕は悪い者か。そりゃそうだろ、化け物なんだから。言いたいことがあればはっきり言えや。いや、何でもない。何も言いたくない。すごいね。ちょっと分かりづらいですけど、作画の、おお、何、あ、どこ行くの、どこ行くの、うえあれ、何その演出。あ、アニメの中に入るとか言う、そういう感じ。荒垣くんって人間なんですかね、ちょっとわかんない。まだ諦めちゃダメ。あ、なんか見たことある。つまりは、うん、あー、羽川、あはこれ独特な演出ですね、やっぱり。うるさい。しっかりしてよ。相手はキリでしょ。あら、おー、うおー、来る。はい、お、アラルフ君が飛んでくる演出とかも欲しかったね。それびっくりしますけど。つまり水だろ。いや、キスショットちゃんは。そこに砂をぶちまけたら。ちょっとあの子と見ないと全く意味がないんですよ。あれ本当にどこ行ったの？なんか。そこまでか。大丈夫だから。僕が絶対に助けるから。うん。かわいい。私に構わないで。構わないわけないだろうが。お前にもう会えないんだったら、人間に戻ったって何の意味もないんだよ。うお。アララギ君。本当に人間じゃなかったね。うん。うお、何これ。ここい。うお。ちょっと何これ。うわ、やばい。うわ、やばい、やばい、やばい。うわ、ずっとびっくりしてる、これ。ちょっとセンター恐怖症には、あれ、ちょっと辛いあれですね。ちょ、キスショット、お、いるじゃん。あ、でもかわ、ってかさ、かわいいな、ほんと。触れないのかな、これ。人間じゃない。あ、でも振動が来ますね。わかっている。僕はもう、うん、化け物なのだから。あ、で、化け物語っていうことか。いや、そんな単純なものなのかっていう。カカ、なかなかの美しさじゃったな。うん、そうだね。今日はウヌと共に映像を見ることができて楽しかった。もう別れなの、もう。だんだん目の前が暗くなると思うが、不安があるでない。かわいい。指刺されるのほんと大好きです。ちょっと、もうちょっと遊びたかったです、キスショットと。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。キズ物語 VR は、プレイステーションストアで無料で配信中ですので、プレイステーション VR をお持ちの方はぜひ、入れてみて、キスショットちゃんと、なんですか。映画デートみたいなことをしてみてください。でもなんか、あれですね、いたところはなんか大学っぽかったんで、まあ、デートですね、普通に。鑑賞デート。できますので、よろしく、やってみてください。やっぱ二次元キャラが、その目の前にいる感覚っていうのは、すごい新しい感覚なので、すごい驚きと、感動でしたね。はい、それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。